こんにちは、まさきです。本日もご覧いただきありがとうございます。本日はついやりがちな惜しいコーデと改善点について解説していこうと思います。今回の投稿は自分のコーデなんか違うんだよなって思ってる方だったり、コーデの組み方がわからないって方にすごく参考になるような有益な話になるかなって思っております。今回の投稿ではアパレルブランドクレールのデザイナー兼ディレクターでもありつつ、年間ね大体3000コーデぐらい組んでる僕が自分のファッションの理論と知識を元に話していくっていうようなファッション講座的な内容となります。今回ね着用コーデ動画の方はもう撮ってきてあるので、そちらの着用コーデ動画の方を載せながらそれを元に話していこうと思うので、めちゃくちゃね分かりやすい動画になるんじゃないかなとも思います。そのためねこちらの動画が見終わった際にはコーデの組み方だったりコーデの理論をね習得できてるかなって思うので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それじゃあやっていこう。それじゃあね、よくやりがちな惜しいコーデ一つ目がこちら。パッと見はね別にそんなに悪くないんじゃないって思うようなコーデになってるんですが、こちらのねコーデの詳細を話していくと、テーラードジャケットにシャツ、スラックスにスニーカーを合わせたコーデとなります。これはね街中でもめちゃくちゃ見かけますよね。そこら中歩いてるしね、別にねコーディネートとしてはねそこまで悪くはないんですよね。めちゃくちゃシンプルなコーデだし、ただね1点ちょっと違うなっていうような場所があって、それがねこちらのスニーカーです。一見綺麗めっぽいようなコーデに少しカジュアル感の強いようなスニーカーを合わせてしまうと、なんでこのスニーカーにしたのっていうような違和感が生まれてしまうんですよね。全体的にジャケットにシャツにスラックスっていう綺麗め要素の強いアイテムで仕上げているのに、なぜかね足元だけカジュアルなアイテムが来てて、少し系統にアンバランス感が生まれてしまってるかなって思います。俗に言うね綺麗めカジュアルコーデにはなるんですが、ちょっとねカジュアルの分量が少なすぎるかなって思います。そのためこちらのコーデの改善コーデ一つ目としてはこちら、シューズをね革靴に変えてみました。全体的な綺麗めの系統に合わせてシューズもね綺麗めの系統にすることで、全体的な印象をよりドレスライクなモードな印象にしたっていうコーデとなります。まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと全部ね綺麗めに寄せちゃいましたよっていうようなコーデですね。これでいいならね全然いいんですけど、多分ね一番最初のスニーカーを履いてた方からすると、歩きやすいスニーカーにこのジャケットを合わせたかったのかなって思うので、改善コーデ2つ目がこちら。スニーカーとジャケットとスラックスはそのままにして、トップスをねカジュアル要素の強いパーカーにして、そして頭の部分にもカジュアル要素が来るようにキャップをかぶってみたっていうコーデとなります。色の組み合わせ的に一番最初のスニーカーだと合わなかったので黒のスニーカーに変えちゃってるんですが、まあ一応ね全体的に綺麗めカジュアルっていうようなコーデとして合わせております。こちらのコーデは上半身にも綺麗めカジュアル、下半身にも綺麗めカジュアルを持ってきて、上下それぞれで見た際にも程よくバランスが取れたようなコーデになってるかなって思います。最近ねキャップかけるジャケットっていう着こなしもめちゃめちゃ流行ってるので、この着こなしはね結構間違いないかなと思います。パーカー合わせることで小顔効果も出てるので、めちゃくちゃねコーデとしての完成度も高いんじゃないかなって思いますね。ただね一番最初のコーデとしてシャツとジャケットの組み合わせが大事だからこのコーデやってたんだよって方もいると思うので、改善コーデ3つ目がこちら。ジャケットとシャツとスニーカーはそのままで、パンツにはカジュアル要素がメインでありつつ、センタープレスが入ったような綺麗め要素も含むデニムパンツと合わせてみました。綺麗めとカジュアル両方の要素を持ったアイテムを合わせることで、すごくね綺麗めとカジュアルの境界線が曖昧になってバランスが取れたコーデになるんじゃないかなって思います。まあ、最近だとねこのジャケットかけるデニムっていう組み合わせめちゃくちゃ流行ってる印象あるので、こういう風により綺麗め感が強いジャケットの場合はセンタープレスが入ったようなデニムと合わせてあげると、綺麗めとカジュアルのバランスも取れつつでコーデから違和感を消してくれるんじゃないかなって思います。そのためねぜひこちらのやりがちな惜しいコーデ1に関してここら辺失敗してるって方がいたら、ぜひここら辺の組み合わせで解消してみてほしいです。1個目に関してはね系統のアンバランス感でミスってる人いるよっていうような内容でした。それじゃあ2つ目にやりがちな惜しいコーデがこちら。これはねパッと見でもなんかちょっと違うなってわかる方多いんじゃないでしょうか。こちらのコーデの詳細としてはベージュのシャツに黒のスラックス、ベージュのスニーカー合わせたっていうようなコーデとなります。まあまあまあこのコーデ組んでる方の意図としてはトップスとシューズで色を拾うように合わせてサンドイッチ効果を出したかったんじゃないかなって思います。ただねこのコーデの場合トップスの丈感が少し長めのシャツを選んでしまってるってことで、それとねサンドイッチ効果っていう色の主張が強くなるような効果も相まってめちゃくちゃ
くちゃね足が短く見えてしまうようなコーデになってるんですよね。まあこのコーデも結構やっちゃってる人多いんじゃないでしょうか。そのためね、こちらのコーデの改善点1としては、シャツの色を変えてタックインしつつ、ネクタイでシューズの色を拾うっていう形に変えてロングコートを合わせることで、よりねスタイリッシュで縦長い印象になるようにコーデを組んでみました。タックインしてるってことで足の分量も増えてるし、上半身でね色を拾う面積が減ってるため、足が短く見えるようなサンドイッチ効果もなくなってるかなって思います。やっぱりねサンドイッチ効果使う時ってトップス全体で色を拾うんじゃなくて、部分的にね色を拾ってあげるようにして組むと、めちゃくちゃおしゃれな印象も出つつ色合わせで遊べるかなって思います。ただねこちらのコーデだとコートを羽織ることになってしまうので、まあコートは暑くて羽織りたくないんだよっていう方多いと思うので、ちょっと変えたコーデがこちらで、こちらのコーデではパンツのカラーを白っぽいようなパンツを履くことで、シューズと同系色の色にまとめて足長効果を出せるっていうコーデとなります。正直ねこちらのコーデで一番手っ取り早い改善案としては、シューズの色とパンツの色を同系色の色にするってのが手っ取り早く足長く見えるんですけど、全体的にねこういうコーデにしてしまうと色を拾ってるなっていう雰囲気は出にくくなってしまうかなとは思います。そのため色を拾いながらおしゃれしたいんだよっていう人からしたらちょっと違うかなって思われやすいので、改善コーデ2つ目がこちら、シャツとシューズとパンツはそのままにして、トップスにパンツと同色のタートルネックの T シャツを合わせてみました。パンツと T シャツのカラーを同じ色にすることで縦の黒のラインが完成してスラッとした印象になり、スタイルアップ効果を見込めるんですよね。しかもね先ほどのコーデのデメリットでもあったシャツでシューズの色を拾ってる感があんまりないなっていうところもしっかりと払拭されてるので、めちゃくちゃね一番最初の惜しいコーデをやってた方の意図も汲み取りながらコーデを組めてるんじゃないかなって思います。個人的にはねこういう風に組んであげるのが一番手っ取り早いかなって思うんですが、一応ね改善コーデ3つ目も載せていこうかなって思います。それがこちら、一番最初の改善前のコーデにレザーブルゾン合わせたっていうコーデになります。こちらはシャツの見える面積を減らすことで足が短く見える効果を抑えたっていうようなコーデとなっております。こちらのコーデの注意点としては、シューズの色に近いような明るめのアウターを羽織ってしまうと、またねそこの明るめの色と明るめの色でサンドイッチ効果が生まれてしまうので、暗めのアウターをトップスに持ってくるってのがポイントとなります。なんでねちょっと白っぽいバッグつけてるかっていうと、コーデが暗すぎるってことでシューズの色を拾うように少し明るめのバッグをつけております。こうすることでねよりシューズの色を拾ってるっていうようなコーデになって、完成度も高いような色遊びができてるコーデになるんじゃないかなって思います。こちらのコーデもねめちゃくちゃおしゃれに見やすいようなコーデになるので、ぜひ真似してみてほしいです。ついやりがちな惜しいコーデ2つ目では、色合わせと足が短く見える効果について話してきました。そして最後、ついやりがちな惜しいコーデ3つ目がこちら。これはね僕が散々言ってることでもあるので、結構ね何が惜しいのか分かったよって方多いんじゃないでしょうか。こちらのコーデの詳細としては、デニムパンツにとろみ系のシャツを合わせたっていうようなコーデとなります。僕の動画をよく見てくれてる方だったらこちらのコーデの違和感気づくかなって思うんですが、デニムのコットン感が強い生地感とポリトロ素材のとろみ感が強いような光沢感のある生地感が相まって、ちょっとね生地のアンバランス感が生まれてるんじゃないかなって思います。これはねインフルエンサー関係の方でもやっちゃってる方結構多いので、結構ミスっちゃってる方いるんじゃないかなって思いますね。服の組み合わせとしては悪くないんですが、生地の相性が悪いっていうような代表的な例なんじゃないかなって思います。正直ねこの生地感にまでフォーカスしてるって方あんまいないと思うので、そこまでね気にしなくてもいいかなっていう点ではあるんですが、まあ、個人的にはねめっちゃ気になっちゃうのでここについても話していくんですけど、まあ、トップス系柄物のシャツとかだったら全然いいんだけどねって思うんですけどね。それじゃあねこちらのコーデの改善コーデ1つ目がこちら、生地のアンバランス感払拭するためにトップスを化学繊維の光沢感が弱いような TR 素材に変えてみました。こちらのコーデはデニムの生地感に合わせて全体の生地感を変えたっていうようなコーデとなります。一気にね光沢感での違和感が消えてコーデにまとまりが出たんじゃないかなって思いますね。この他の素材感でいうと、やっぱりねコットン系の T シャツとかレース系の生地とかの方がデニム素材は相性いいかなと思うので、最近流行ってるアイテムではあるので素材感の相性についてはね注意しながら合わせてみてほしいです。ただねさっきのコーデの中でシャツを買いたくないんだよっていう方もいると思うので、改善コーデ2つ目がこちら。今度は生地のアンバランス感払拭するためにシャツはそのままにして、パンツをデニムパンツからスラックス系の生地のアイテムに変えてみました。改善コーデ1とは少し違って、結構ねきれいめ感が強いようなコーデになるんじゃないかなって思います。めちゃくちゃ上品な印象も出るし、女性受けも抜群なんじゃないかなって思います。個人的にはねこういうコーデする場合は今回のコーデのようにタックインして
してあげるとよりコーデの世界観だったり足長効果も出やすくこなれ感も出やすいのでおすすめです。しかもね今回のこういうとろみ系のシャツってタックインした時のねドレープ感がすごく美しいのでめちゃくちゃシルエット綺麗に見えるんですよね。ただねこういうコーデだと少し物足りないよってなるって方は柄物のネクタイとか合わせてあげるとよりおしゃれな印象になるんじゃないかなって思います。ただねそれでもねこのデニムとポリトロシャツを使ってコーデを組みたいんだよって方もいると思うので改善コーデ3つ目がこちら、ポリトロシャツかけるデニムにウールのジャケットを組み合わせてみました。こういうねちょっと光沢感が弱いようなマットなウールのジャケットって化学繊維の光沢感が強すぎるシャツと天然繊維感が強すぎるデニムの中間に来てくれることで生地のアンバランス感をいい感じに調和してくれるんですよね。それとね単純にポリトロシャツが見える範囲も減ったってことで違和感も結構消えたんじゃないかなって思います。色合わせとかでもこういう組み合わせ重要になってくるんですが、それぞれの色だったり生地感に差がありすぎるものを合わせる場合って中間ぐらいの生地感になるものを挟んであげることでコーデに違和感を払拭することができるため、こういう生地の相性に関してもすごくね注意しながらコーデを組んでいただけるとよりおしゃれな印象が出やすいかなと思います。はい、それじゃあ今回はよくやりがちな惜しいコーデとその改善案について3つ話してきました。いかがだったでしょうか。尺的にも内容的にも3コーデぐらいがちょうどいいかなって思ってこちらの3コーデ選んでみたので、すごくね参考になっていただけたら嬉しいなって思います。これ系のねよくやっちゃいがちな惜しいコーデとか僕ショート動画の方でも投稿したりするんですけど結構あったりするので、この動画が人気だったら第2弾だったりそれぞれの季節ごとでの惜しいコーデとかも投稿していけたらなって思います。そのためね、ぜひコメント等いただけたら嬉しいです。それじゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもいいなって思ってくださった方はチャンネル登録やコメント高評価の方いただけると嬉しいです。それじゃあバイバーイ。